はい、皆さんこんにちは、ビジマイです。今回はですね、フリップバックじゃないわ、はい、まあ、ケビン・ホーサのですね、バックドロップってありますね。こういう風にピュンと飛ばすやつですね。それをですね、まあ、普通はこっちに飛ばすんですけれども、まあ、こっちに飛ばさずに真上とかはできないよね。はい、まあ、真上とかね、飛ばして、あらあらあら、こんな感じかな。まあ、飛ばしてまたキャッチして戻すっていう、名前はわからないですけれども、そちらのねリクエストは結構前からいただいたので解説したいと思います。まあ、解説というか完全にコツになりますね。かなり感覚的なものなので、ちょっとねやってみたいと思います。それでは Here we go。 はい、それでは解説していきます。まずですね、バックドロップ自体の解説はですね、かなり前に上げているのでそちらをご覧ください。まあ、概要欄からですね、こちらをポチッとしていただければ飛べると思いますので、そちらを参照にねしてください。で、まあ普通のバックドロップは、まあこういう感じで、極端に言うと親指を残して小指でこう飛ばすみたいな感じなんですけれども、まあ真上に上げるということで、まあ真上にどうやって飛ばすかなんですよね。まあこれは結構個人的な感覚にはなるんですけれども、というかね、この体勢に無理があるからちょっと成功しづらいな。まあ個人的な感覚ではですね、親指を結構強く飛ばしてるイメージです。飛ばしてる？なんだろう、親指の感覚を強くして真上に飛ばしてる感覚なんですよね。普通は、まあ、右でやると左すごい飛ぶんですけれども、うん、こんな感じで真上に上がる感覚っていうのはね、ちょっと個人差があるとは思うんですけれども、まあ、親指を結構強く僕は弾いています。ただ回転する方向は普通のバックドロップと変わらない回転なんですけれども、なんて言うんだろうね、これは、まあちょっと小指、難しいぞ。まあ普通のバックドロップはですね、結構強めに左に向かってやるんですけれども、小指の離す力を弱くして、ただ親指の羽をちょっと強くするイメージですかね。こうするとですね、結構真上あるいはここら辺に漂う感じになります。まあ左には飛ばない感じになりますかね、そういうやり方をすると。こんな感じでね、まあただ綺麗にね真上に上げるっていうのは結構練習が必要になってくるんじゃないかなと思います。まあ本当感覚なんだよね、なかなかそういうのは難しいんだよね、伝えるのが。あと結構個々によってコツとかね、やりやすさが変わると思うので、ここら辺がねちょっと難しいところではあるんですけれども、そしてさっきから全然成功しない、うん、というかもうきつい、この体勢が。よ、あら。普通に強くやるというよりも、最初はですね、コツをつかむまで本当に弱めにやりましょう。半回転でもいいので、弱めにね。で、あとですね、気持ち、手を上に上げてあげると、こういう風に真上に飛ばしやすいんじゃないかなと思います。ウィン。全然できねえ。ウィン。あ、こんな感じ。で、うまくやれば、まあですね、バックドロップの位置にですね、また戻って2回連続バックドロップが可能になるという技でございます。よっぴょん、こんな感じかな。まあ個々の調整は、ここじゃない、少々の調整はね、いる技だとは思うんですけれども、まあ慣れてくればですね、連続でお手玉じゃないわ、なんかポンポンね、バックドロップで真上にね何回も上げるっていう技もできるんじゃないかなと思います。よいはい、きつい、体勢が、よいしょ、うん、そうですね、こっちの力をですね弱めてあげるっていうのがコツなんじゃないかな。うん、そう、できるだけ弱くやるっていう感じですね、力を。まああとはですね、ちょっと皆さんやってみてですね、こっちの方がやりやすかったっていうね、個々のですね感想をいただければと思いますので、ぜひぜひコメント欄に書いてみてください。きつい、この体勢、カメラ越しだからね、もうちょっとね変な体勢になってるんですよ。はい、じゃあちょっとこちら側からやってみますね。よっ、こんな感じですね。こんな感じって言ってもわかんない。まあ親指の力をちょっと強めにして、小指を弱めにして真上に上げるみたいな感じですね。飛ばすタイミングはですね、親指と小指を離すタイミングは普通のバックドロップと変わらないんですけれども、うん、なかなかの感覚だな、これは今まで一番難しいかもしれないね、伝えるのが。ちょっと
上げてあげるっていうのもコツかもしれないですね。よいしょ、こんな感じで、ね、練習すれば何回もねできると思います。ジュビンなあ、ジュビンジュビン、こんな感じでね、うまく乗ればねいいんですけどね。まあ乗らなかったとしてね、バックドロップでこう真上に上げて、まあ、乗っけるなり、あとは普通に手のひらで受け取るなり、まあ応用はねいろいろねと思いますので、ぜひ練習してみてください。あ、ちょっと伝えるのが難しいですけれども、ぜひもう本当に参考程度にねしてみてください。多分ポイントは結構こう上に上げるっていうことかもしれないですね。手の甲をね、うどっちなんだ、こんな感じで、うん、なかなか難しいぞということで、今回はバックドロップ連続でございました。ということで、バイバイ。超伝えるのむずい、感覚なんだもん。この説明でできた方もぜひコメントいただければと思います。バイバイ。